宮古島生活54日目でございます。はい、台風6号の方が近づいてまして、台風6号が接近してから、もう3日目でございます。はい、もう3日間家の方に缶詰状態となってます。はい、で今日はちょっと生配信をしたんですけども、はい、台風の状況もせっかくなので皆さんにお伝えしようかなと思います。はい、3時半でこの状態でございます。はいね、3日間カップラーメンを食べ、寝て、本を読んで、寝て、カップラーメンを食べて、ネットフリックスを見て、寝ての繰り返しですね。はい、で台風の目の方に入りまして、6時の時点ではもう、はい、もう風も全然吹かないですし、雨ももうパラパラと小雨状態で、この台風の目限定でコンビニとかドンキも開いてて、ツイッターとか見たら激混み、ドンキコンビニ激混み、この時だけ激混み状態になるんです。で9時半でもね、やっぱ台風のまだ目の中でかなり静かでしたね。小鳥のさえずりも聞こえるぐらいね、台風の目に入ったら結構シーンとなってて静かなんですよね。これ9時半ですね。はい、12時半、生配信を11時からやって、生配信終わって外出てみたら結構台風強めの吹き返し、こっからの吹き返しが、はい、強いみたいです。明日どうなるかちょっとわからないんですけども、はいね、オリンピックを見てまた明日に備えたいと思います。